今日の展開でいくとこの次の1点は本当にもうダメージを与える1点になりますからね。なると思いますね。そのストレートを転がしたピッチャーの前、ただがこの速いボールしっかりと転がしました。これが大事な仕事をしてベンチに帰ってきます。しっかりと送ってきました。ワンアウトランナー2塁です。安藤聖光ワンアウトランナー2塁です。そして木村に打順が回ってきます。ある意味では昨日と少し似たようなね。また来る、どうか、セーフの判定。栗原はバックハンドを一塁に送ります。岡田ピンチバンターしっかり決めました。いい仕事、大きな仕事をしました。いや見事ですね、岡村選手の代打でまたピンチバンターっていうところでね、かなりプレッシャーかかるところではあったんですけども、ただこれ三塁側に転がしていいんですけど、その栗原選手が取るぐらいそれでチャージしてきてるんですよね、まあ、こういった状況の中で絶対三塁側でしか成功しないっていう中でね、バントの職人とも言えるこの岡田、どこに転がすか。うまいバントになりました。ここしかない。今シーズン代打でこれが3つ目の送りバント成功、表情ありますが、当然これね緊張する場面ですので肩にしかできないという、あ、突き上げました。